いやールシファーだよ。今日は医師国家試験解いてみるか。1問だけね。じゃあやるか。えー、この問題やってみるかひゃ。見えますか、えー、?109 の E の13番。えー、上腹部の脈管の解剖で正しいのというか。という問題。A、グリソン腫は肝動脈、肝臓脈、これで胆管が存在する。多分、多分違います。この3つは違うと思う。3つ組は違うと思う。B、相関動脈と相単管とは伴走する。 えっと、そうでしたっけ、ちょっと自信がない、B は保留。C、えー、非動脈、が副動脈が分出。これは正しいな、C は正しい、C でしょう。で上腸管膜動脈と上下腸管膜動脈が合流して、無脈を形成する。多分違う、これ違うぞ。E は、えー、上腸管膜動脈が、えー、十二指腸、水平部から上腹部の背側を走行する。多分腹副側でしょう、これ。C だ。よし、正解、大き八86.1正解、よし、大、OK、き正解です。 るえー、っと解,説解説いいですかどうしますか,見ますか消化管の疾患の診断、治療、特に手術が関する、えー、主な脈管解剖の理解が必要である。A バズ・グリソン州は肝動脈、胆、え、管、ー、門脈が存在,存在すると。肝、はい、動脈、門脈、肝、えー、脈、胆管、門脈が存在する。肝臓脈、肝動脈、肝動脈、伴走しない。B バズ、腹腔動脈が分子した相関度は水上炎を走行し。 いい純一症動脈を、えー、ごめんなさい、いい純一症動脈を分子して固有肝動脈なり、肝純一症肝膜の中を通って肝部分に発生したがって相関肝、固有肝動脈が伴走した走しいる、相関動脈が伴走しないといけない。相関動脈が伴走しないです。 相関動脈とは伴走しませんね。はい。C は腹腔動脈は相関動脈、非動脈、再動脈三分岐する。ここです。腹腔動脈は相関動脈と非動脈と再動脈に3分岐。D は下腸管膜動脈、ごめんなさい、下腸管膜静脈は膵体部配側で非常脈合流する。その後、非常脈は上腸管膜静脈と合流し、も脈になります。 えちょっとだから、ま、上腸緩膜上脈ってとか間違い。E 分厚い、えー、上腸緩和、ま、動脈は、十二指腸水平部か上下部の腹側を走やっぱ腹側だった、やっぱ腹側を走行する。c 八六点番正解。よし、オッケー。よし、オッケー。正解。よし。正解ね。よし、o わよし、解けた。よし、オッケーよし。じゃあ、えー、今、百九9の E の十三番ですね。よし、終わり。